ましたよ。屋久島、青い海、白い砂浜、いやこれが青春ってやつだよな。なんたって、うわ海きれい。おお、おお、ゆかり選手、想像より結構強気のデザインですな。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。あ、パラソル空いてるとこ勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手。つっか風花、お前めっちゃ気痩せするタイプ？そんで、トリを務めますのは、うん、どうした？はあ、うん、何を騒いでいるんだ彼らは。わあ、霧城先輩綺麗、本当すごい、白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました？いや、ダメですよ、ちゃんと塗らないと焼けちゃいますよ。いいな、いいな、こういうの、そんなに綺麗なんだから、羨ましい。そのしらさん、に南の海に来てなんで森林浴なんかに行っちまうんだ。こうなったら行くぜ、名付けて屋久島磯釣り大作戦。要するにナンパか。しょうがないっしょ、女子たちみんな日に焼けたくないってんだから。作戦なら指揮は勇気だな。え、わかりました。この後どうする？お腹すいた、うん、あ、私ガイドブックみたいだけど、うん、何だろう。バックアタック成功。よし、戦いのゴングだ。何キモい。いいわよ、あなたたち可愛い顔してるし、たっぷりとレッスンに付き合って、あっ、ね、作戦失敗。実戦なら死んでいたな。ん？どうした、イオリ？ん？最後の最後にすげえ波だよ。憎いぜ神様。つか、マジ可愛い。確かに。ああ。あの、一人、俺、順平ってんだ。もし暇してたら話でもしね。人を探しています。あなたではありません。ああ、君、海が好きなのか？何でしょうか？あ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールの練習が中心の選手より海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ。やはり
そういった情報は私には必要ありません。俺は負けてない、負けてないからな。お、珍しくやる気だな。もうすぐ満ち潮だね。あなたは？ひとまず危機回避を優先します。ああ。おかえりなさいませ。おかえり。